いけるか。行くぞ。その姿、真に王子は蘇ったわけか。まったく、親子ともども死の淵で思いがけぬことをしてみせる。そっちこそ、角のないそれが真の姿か。念のために言っておくぞ、ルイ。王爵を手放せ。王に選ばれるのは民意を得た者だ。俺たちとお前には血を流さないという選択肢もある。血は流れる。王が避けてもその分民が流すことになるだけだ。この国はずっとそうしてきた。権威者の身勝手のツケを民に背負わせ、痛みは試練だと教えて騙してきた。壊さねばならない。寝ぼけた権威者どもが広める嘘を。嘘はどっちよ。人のこと怪物に変えて民衆を欺いたくせに、挙句中心だったゾルバまで怪物に。従う者は守るなんてただの方便じゃない。私は嘘などついていない。嘘はこのルイが最も憎むものだ。お前たちは考えたことがあるか。王の魔法がなぜ強大なのか。なぜ王爵が民に指示されたものしか使えないのか。一つの道具、一人の力のみであれほど巨大な魔法は成し得ない。だがもし大勢からマグラを集めることができればどうだ。そう、王爵と王国全土の民からマグラを吸い集める神、その無尽蔵ともいえる力が王の魔法の強大さの秘密だ。王家は数百年も昔から代々それを継いできた。この意味がわかる。マグラとは人の不安、つまりこの国の民は今や不安を常に王に押し付けていなければ正気でいられないということだ。バカな。じゃあ町の人がおかしくなったのは。狂わされたのではない。民から溢れ出るマグラに今や王爵の吸い集める速さを凌駕し、よどんでいるだけのこと。民が今晒しているありさまは人の本性。自分一人の不安さえ御しきれず他者に吠えつく単なる弱さだ。人の本性。このような世界で分かち合いの秩序など夢のまた夢よ。まず人そのものを覚悟ある姿へと正すしかあるまい。全王の魔法が終わりを迎える日、私は新たな王の魔法でこの動乱の数ヶ月に蓄えられた王爵のマグラを全て逆流させる。乗り越えた者たちは新たな人間へと生まれ変わる。私が望む理不尽なき真に公平な世界、その最初の選別だ。選別だと？新たな人間？馬鹿げた妄想だ。妄想？現に王子は我が術を受けても人格を失わず、より大きな力を得てここにいるではないか。まさか彼にしたのと同じことを人々に。王の魔法の力で王国全土にやるつもりなのか。私に従い力の道理を受け入れる者は生き残るだろう。だがむやみに怯え続けるならそのまま正気を失い怪物となり果てる。従う者は守るとはそうした意味だ。誰でもない力という摂理がもたらす真の公平さだ。それがあなたの本当の野望だから。国葬の時ゾルバを送り込んだりしたのね。欲しいのは最初から王位より王爵だった。力を誇示して民を怯えさせたのも単に支配のためじゃない。あなたにとっては当たり前の戦
正しさに過ぎなかったんですね。全ての民を人間に。なんということだ。案ずるな。お前たちには素養がある。我が選別を生き残り、新たな世界へ進めるだろう。先ほど血を流さない選択肢もある、そう言った。ではこちらも聞こう。今一度私と来い。エルダの血を引いて生まれ、種族を問わず手を取る。お前と私が同じ本を愛読するのは偶然ではない。おい、惑わされるな。我らの壊したい世界は同じだ。理不尽を憎むその理想、叶えてやる。共に来い。壊したい世界なんてどこにもない。そうよ、一緒にしないで。私を否定して、ではどうする。お前はこの国をどうして。旅の先々で見たはずだ。民衆、迷信、神、そんな権威の理不尽に打ちのめされる者たちを強さで競う単純な世界だけが、その苦しみを打ち破れる。残酷でも人生、命を懸ける価値のある公平さをもたらす。私と来れば叶うぞ。どうだ。その公平さは偽りだ。こいつの言う通りだ、ルイよ。何が失われるかじゃねえんだ。失われるもんに敬意を持てるかってことなんだ。あんたにはそういうもんがぽっかりねえんだよ。力の道理だ。世の中には死が妥当な奴がいるってことかい。そんなの認めちまうなら、あんたが軽蔑したフォーデンと同じじゃねえか。黙れ。かつては私も憧れたさ。そう、夢があった。世界は我らに何をした。なんだ。我が魔法の発動までにはまだ時間がある。それまでは最上の場所から現世の終わりを眺めるとしよう。待て、ルイ。私の理想が身勝手なものでないことはおのずと民意によって示されるだろう。この嵐を越え私のもとへ来るだけの力を持っていた。相手をしてやる。せめてもの情けだ。魔法で怪物にされてたまるか。身勝手な思い上がりだ。どうにかしてルイを追わねば。王位を目指す者たち、この声、まさか陛下。今や王爵は奪われ、ルイによって新たなる王の魔法が行使された。向こうが一枚上手だったな。
王爵が期日より前に奪われて、しかも使われるとは。魔法の発動は新たな王の決まる、まさにその日。そのように定められる。言い残して言った通りか。王が決まる日に発動。ルイメ、この惨状を楽しんでいる。全王陛下、あんただってルイに殺された身だろ。あんな奴が王を継いでいいのか。私の死は私自身が望んだことだ。ご自身で望んだ。なぜ。我が理想、もはや叶えるだけの力はこの身になかった。ゆえに一命をもって王の魔法の発動の鍵とした。ルイであれ誰であれ、我が政権を壊さんとする革命の熱が我が命を奪ったならば、それが引き金となるよう仕組み、我が死も然るべき暦の日に王の魔法として立ち現れるように。なるほど、道理で王子の生存が分かっても魔法が解けなかったわけだ。聖教への意趣返しやらで破れかぶれにやったんじゃない。民意で選ばれた者を本当に王にする覚悟だったわけか。王子よ、我が息子よ、お前が王権を継ぐというのなら、ルイを止めてみせよ。それが玉座に就く者にふさわしく試練の。陛下のマグロの気配は消えました。正真正銘、この国の行く末は本当に私たちに託されたってわけね。ルイはこの先だ。無茶でも何でもこの嵐を越える方法を考えるしかない。一旦王都に戻って策を考えましょう。逃げたぞ。おい、ルイ様を支持しない者は排除しろ。これは正義の戦いだ。徹底的に分からせてやれ。まるで戦時だな。ルイの真の目的も知らずに憲兵気取りの吹き上がりようだ。あんな血走った目で正義だっつんだから参るぜ。まったく、反論はそれ自体が悪か。人の本性、少しだけルイの失望がわかるな。けどあんたらの協力者たちも頑張って動いてくれてる。あたいろはそう悪くねえよ。ありがたいことです。力を信じましょう。ところでどうやってルイの居場所にたどり着くかニューラスと相談した。凱旋者の装甲を固めて突っ込むしかねえだそうだ。何それ、作戦なの？仕方ねえだろ、あんな場所。配送の工期が十分取れねえから何度もは期待が持たねえ。おそらく突っ込めんのは一回きりだ。一発勝負かよ。善と頼んだの。たった一度しか機会がないなら、成功の確率が少しでも高いのは多分最後の日かと。まあそうね。あの場所は王爵に集まったマグラそのもの。王の魔法の発動が近づくほど消費されてマグラが薄まるはず。最終日に一発勝負かよ。最後の最後まで綱渡りか。まったく我々らしい。だが引き下がるわけにはいかない。ルイの野望は命に変えても食い止めなければ。頑張りましょう。何か分かったことがあるんだな。王宮で何があったか詳しく教えてもらっていいか。
ルイはエルダ族だ。すべて古戦況で聞かされた通りだ。何？おい、のっけから衝撃の発表すぎるだろう。エルダ族のルイは王爵の秘密を知っていました。あれは国民から不安を吸い集める神器だから、王の魔法は強大なのだと。そして国民たちも不安を常に王が肩代わりしてくれる暮らしに慣れきってしまう。今のこの騒ぎはその揺り戻したそうだ。頭が追いつかねえ。じゃあルイのやつは何だって国を人間だらけにしようとしてんだ。王爵に甘やかされた民を目覚めさせる荒領事。人間化はその結果に過ぎないということらしい。だがここまで極端なことをする本当の理由は何やら他にある風だったな。エルダゾならルイは聖教がやった野球場その身で経験したってことになるんだ。なら俺は復讐なのか。わからん。奴は古戦郷に自らゾルバを送って襲わせたこともある。思えばルイはかつて夢があったと言ってたわ。つまり今はもうないのよ。あの男はこの世界に何の夢も見ていない。分かり合うとか変わるとか不確かなものを何も信じてない。夢なんて嘘なのよ、ルイにとっては。自分の手で時を進めたいのかもしれませんね。大昔に滅んだ一つ前の世界のように。ふざけるなよ。勝手にそんなことされてたまるか。世の中を見限った奴に王位など渡せない。そうだな。玉座に着かせたいものならここにいる。考えてみればもう間もなくだ。覚悟はできておられますか、王子殿下。ああ、もちろんだ。割とそういう感じなんだ。ともかくルイの元へ向かうのは最終日だからね。それまで悔いのないように過ごしましょう。これまでやってきたことを曲げずにやり抜け、必ず勝てよ。ルイのやつ、こんなものを作り上げるなんて。乗り込んでぶち壊してやるわ。神王が決する英雄の日まであと3日。見てくれ、期限までは。まずは準備ね。調子はどう？やるしかない。ちょっとどうしたの？ちょっと、そうね。ちょっと、さて、どうする？さて、すぐに行こう。よし、こいつの出番ってことだな。さて、くそ、くそ、不思議ね。ここ、ここは、だけど、そこなら。そこか。どれどれ？あ、
の景色。どれどれ？うん、そこか。だけどそこな。行く。何しようか。いいか。ねえ。で。一行が破壊ポロ。神王が決する英雄の日まであと2日。ほら。いよいよだね。あ、それから。どうする？さて、行こう。新しい技覚えたぜ。こいつはいけるぜ。俺強くなってる。さて、どこにしようか。みんな集まったね。さて。ね、そう、行こう。何しようか。
どうよ。まあさて、じゃあな。そうね。行ってみましょう。どうしようと欲しいか。さて、確か、しても面白い。そうとも。へえ。頼むよ。もちろんだ。ありがとう。どうだい？楽しみにしているよ。これはこれは。やあ。
まあ。死ぬなよ。もう誰でもいい。ねえねえ。さて。よっと。ついに来。来てくれたの。ありがとう。大丈夫さ。
さて、さて、では君は
丈夫。これ。ねえねえ、いや、むしろ面白い。へえ、面白い。だが。そういや、うん、兄貴は大丈夫。もちろん。けど。これ。じゃ。でね、うん、たく、うん、私は。
さて帰ろっか。どうする帰ろっか。さてどこにしようか。行こう。どうする。神王が決する英雄の日まであと1日。いよいよ決戦の日だ。次の日の出が訪れた瞬間、指示を多く集めていた方が王の魔法に選ばれた勝利者だ。あのルイを相手に十分すぎる健闘だが、正直わずかな風向きでどうなるかわからん。っていうか王爵はルイの手に落ちたのよ。勝敗がどう転ぼうがもう止めに行くしかないわ。私たちにしかできない役目ですね。やってやるぜ。見ててくれよ兄貴。何が起きても必ず君を守る。私の誓いだ。大丈夫だ。心配いらない。そうだよな。王様になって帰ってくるよ。うん。なら、マリアもそれまで泣かないで待ってる。ルイは、俺たちに安易な嘘などついていなかった。ただの邪悪な野心家かといえば、違うんだろう。だが結論として、奴がやろうとしていることは虐殺と変わりない。ルイの言い分の全てが間違いでなくとも、俺はこれまでの旅と歩んできた仲間の方を信じる。ああ、同感だ。確認するまでもないことだ。ルイを倒し国を立て直そう。一緒に旅した仲間、私たちが人々をおかしくさせるマグラに影響されにくいのはアーキタイプの力だと思っていましたが、違うのかもですね。心がつながった誰かがいればいい。同じ不安に向き合い進もうとする誰かが。そうだな。拙者も一度は痛みにとらわれたが戻ってこられた。間違いなくお主らのおかげだ。全員がそうでしょ。まったく話が臭いんだから。生き残って新しい王国でいつか誰かに話してあげましょう。ならよ、帰ってきたらパーッと景気よく祝勝会を頼むぜ。ファビアンヌのおかみさんによろしく言っといてくれよ。わかった。美味しいもの作ってもらうね。こいつは楽しみだ。初めて来た時からここの食事は絶品だ。
凱旋者もお望み通り限界までいじったぜ。前言った通り、誇りにかけて一回は万全に運んでやる。けど一回だ。それ以上は保証できねえ。退路がないのは毎度のことだ。一度で決めるぞ。ここまで来たら後で。新しい技覚えたぜ。さてどうしましょう。いよいよだね。よし。待て。わかった。やって。魔力の渦です。空気に漂うマグラが濃すぎて手で掴めそう。ニューラス、今嫌な音がしなかったか。そこがやられたか。おい、ちゃんと抜けられるんだろうな。後のことは考えてらんねえな。出力最大だ。しっかり捕まってろ。頼むぜ相棒、持ってくれよ。そこは場所というより荒れ狂うマグラそのもの。ルイが奪った王爵によって生み出されし、彼岸の岸辺、太陽が昼を、月が夜をもたらす星なら、それはいわば不安と恐怖に病んだこの赤い空の主、凶王星である。破滅か復員か、王国の未来がこの地にてついに決する。あぶねえ。だいぶギリギリだったな、おい。だが、なんとか着いたぜ。けど、もうガタつきがひでえ。さすがに限界かもな。限界かもって、帰りは？騒ぐなって、修理しちゃみるよ。けど、さすがにこいつは。文字通り、退路は断たれた。か。ま、きつくなったら声かけてくれ。部屋と寝床ぐらいは使えるからよ。よし、進むか。いよいよね。
大丈夫。ではそうか。よし、いよいよだな。そうか。やりましょう。準備はいい？ああ。
まま押し切る。一気に攻めて。警戒だ。すごい装備だな。もらっておくがよい。どうだ。キャッキャッさすがだな。ついていこう。加減はしない。とどろけ。やりた。バジリオが不安状態。やってやるんだけど。攻撃を受けたら危ないよ。ここに。また貴様な。ビッシュヌ。やった、破壊しました。心臓を狙って。全力を。私だって誰でしょうね。頼りにしてる。ありがとう。悪いな。剣聖。これで。ありがとう。感謝するわ。感謝します。なんとの魂様よ。王者の魂をここに。落ち着こう。敵は力押しじゃ勝てないよ。この力で行くぞ。炎よ。
された。いつでも行けるぜ。やるぜ。見せてやる。これを使おう。悪いな。すぐ楽にしてあげる。交代だってよ。拙者の番か。歌姫の華麗な舞台見せてあげるわ。こなしてみせる。絡めてでいくわ。いいよジュナ、敵に弱点を追加したわ。超私に力、ユーハの攻撃を全て練習。キタリン、冷静にいかんとな。誓わせてもらおう。ジャン！
断も慢心もせん。参る。何も持っていないか。恥ずかしくない戦いをする。任せた。俺の出番だ。大丈夫、やれるよ。行くぞ。光よ、甘く王者の魂をここに。ちょっと苦しいわよ。いいよ、ロジュナ。敵に弱点を追加したわ。力だな。これを使うぜ。耐えやがったか。落ち着いていこう。王者の魂をここに。輝け強い。行くぞ。